お久しぶりです。針金大好きバナです。本日はオーダーいただきました50センチの箱フグを作っていきたいと思っています。あのさかなクンの頭の上の帽子にもなっているとても可愛いお魚でございます。図案を描きまして、例のごとく奥行きは想像で作ってまいります。それでは本日の曲げスタートです。横から見たボディラインを2枚作っていきます。ハコフグの最大の特徴はこの六角形のハニカム構造でございます。骨だけになっても体がまさに箱のように硬い骨で覆われた形をしています。その箱の形を利用して長崎県の五島列島では料理があるようです。これは目を作っているのですが、最終的にこのように作り変えました。黒目がちにしすぎると何を考えているかわからない怖さのようなものが出てしまい震えました。さかなクンのエピソードで小さいハコフグが大きなお魚に体当たりされてもたくましく泳いでいる姿に感銘を受けたというお話を見たんですが、頭の上に帽子として乗っているハコフグがこんなに鎧のように硬い構造をしていると思うと、ただの帽子ではなくたくましく生きるお魚侍さかなクンの鎧兜のように見えてまいりまして感動してしまいました。さかなクンとても応援しています。背中の部分も箱になっているのですが、丸くくるくると伝のような感じで表現してみました。大きいのと小さいのが並ぶと親子のようで、これも可愛いですね。チューをするように飛び出した口もとてもキュートなお魚です。これはヒレですね。基本ヒレは動かしたいのと、立体の時はまあハコフグは固定になりましたが、なるべく口や顔など可動部分を作ってより楽しめるようにと心がけています。オーダーいただいたものも自分で考えて作っているものも両方なんですが、長い時間ずっと写真や設計図を見つめながら、または情報を調べながら作るので、作ってる間にどんどん好きになってくるんですよね。こう長く見てるせいで愛着がとても作品に湧いてきます。標本のような感じではなく、生きている時をなんていうんですかね、思い浮かべてもらえるようなワクワクが伝われば嬉しいなと思いながら作っております。ヒレが動き出しますと、ぐっとお魚ができてきたように感じます。実は最近動画の作品をレベル表記からナンバー表記に変えております。
レベル表記にしますと、やったことない方に難しいと気持ちの上でハードルが上がってしまうのかなというのと、私自身もレベルの順番に作っているというよりも思いついた発想でしたり、オーダーをいただいたお話でしたりという流れのままに作品の順番になっているので、ということで今日のハコフグ完成でございます。2枚の体の模様が片方から見た時に重なって六角形に見えるようになっています。上から吊るしてモビールにしていただいても素敵なお部屋になると思います。ちなみに小さいものはこんな感じです。キャンドルなど入れていただきますとこのような楽しみ方もございます。ワイヤーの被膜の部分は熱に弱いですのでご注意いただくことが必要となります。というわけで本日はハコフグでございました。また次の作品でお会いしましょう。オーダーリクエストお待ちしております。いつでも気軽に針金の世界にいらしてください。高評価、チャンネル登録よろしければお願いいたします。